アトラスはボストンダイナミクスが国防高等研究計画局の予算と監督で開発した二足歩行ロボット。全高1.8メートルのロボットは多様な創作級難用途のために設計され2013年7月11日に公開された。アトラスはアメリカ国防総省の機関である DARPA とボストンダイナミクス社の共同での設計、製造された。 ロボットの手の一つはサンディア国立研究所によって開発され、その他はアイロボット社によって開発された。2013年、ダーパの計画マネージャーであるジル・プラットは、試作型のアトラスと小さい子供を比較して、一歳の子供はどうにか歩ける。一歳の子供はよくこける。これが私たちの現状です。と述べた。アトラスは、 ボストンダイナミクス社の初期のペトマン人型ロボットを原型としていて4機の油圧式関節を有する。航空機用のアルミニウムやチタンでできており、身長は約6フィートで、重量は330ポンドで、青色 LED で光る。アトラスは2種類の視覚装置を備える。レーザー距離計とステレオカメラで、両方とも搭載されたコンピュータで制御され、微細運動技能を備える。 関節により合計28自由度を備える。アトラスは腕や足を個別に使用することにより休憩斜面を案内可能だが2013年の時点での試作機では安定を保持するために外部から電力を供給される優先式だった2013年10月ボストンダイナミクス社はボールをぶつけられながら片足立ちでバランスを取るアトラスの動画を投稿した。2014年 アトラスはダーパロボティックスチャレンジで自動車の乗降や運転、ドアの開閉、電動工具の使用等を含む多様なタスクをこなすプラットフォームを試験するために異なる6チームによってプログラムされた。多様な他のロボットも同様に競った。競技は2011年の福島第一原子力発電所事故に触発され開催され、総額200万ドルの賞金が優勝チームに、 贈呈された。ガゼボコンピュータシミュレータ内で家屋に配管を接続するアトラス2018年10月11日、最新型アトラスがパルクールを経験とやって乗ける動作を撮影した新映像が公開された。アトラスは非常時に捜作や救助を目的としており人が生存できない環境下で弁を閉鎖したりドアを開けたり、機械式工具を使用したりする。 2013年に国防省はロボットを戦時下における攻撃や防衛に使用することに関心を抱いた。アトラスは2013年7月11日に公開された。ニューヨークタイムズはその披露は現実世界でコンピューターが歩き始めたと報じ、ロボットを巨大でジャイアントゾウシェイキー、ステップトゥワードザロング、アンティサポイテッドエイジオブヒューマノイドロボッツと記述した。 人工知能の専門家のゲイリー・ブラッドスキーは新たな種族であるロボサピエンスが出現したと評した。ありがとうございます。